演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ファミリーマート柚子胡椒の国産鶏サラダチキンを食べたいと思います。サラダチキン食べるの久しぶりだな。これはどんな味なんだろう。とちょっと見た目はさっぱりとした印象なんですけど、で実際どうなのかな。うわ、柚子のさっぱやかな香りしてきますね。ではいただきます。噛んだ瞬間に鶏肉の旨が口の中にぶわっと広がってくる。サラダキチンシュチキンの共通の美味しさはありましたね。ただ柚子胡椒と言ってますが、どちらかというと柚子が強めで胡椒の刺激はそんなになかったですね。なので柚子を楽しみたい方におすすめですが、胡椒の刺激も求めた方にちょっと物足りないかもしれないですね。その点がありますのでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。